平方大菊人形。平方大菊人形は、京阪電気鉄道の主催で、2005年まで、毎年10月上旬から11月下旬、年によっては9月から12月に延びる場合もあったに、大阪府平方市にある、遊園地、平方パークで行われていた、菊人形の展覧会である。1910年、明治43年10月15日。 京阪本線の天馬橋駅五条駅、現、清水五条駅間が開業した。これに合わせて、京阪電気鉄道は、大阪府北川地群とも、旅木村、現、寝屋川市の香織、現、香織園東側の丘陵地に、香織遊園地を1910年春に開園したが、開業に間に合わせて作られたため遊園地としての魅力に欠けていた。 そこで、秋の交絡シーズンに合わせて、東京両国国技館で開催されてた、菊人形に着目。両国の菊人形を受け負っていた、名古屋の木花演手と契約、香り遊園地で、第一回菊人形が10月15日から12月10日まで開催された。軽阪電車で、往復乗車の観客には、入場無料、関係先に招待券を配布するなどの積極策を、 取り成功を収めた。翌1911年は、岐阜の菊楽園が工業主となり、朝の前地を中心とする菊白によって、菊人形展が模様された。しかし、京阪電鉄の業績不振から、香り遊園地の土地は、住宅地として売却された。ところが、菊人形は、旅客誘致に貢献していることから継続することになり、香り遊園地の代替として、 平方大た現在の平方公園駅付近に約1万平方メートルの土地を購入した。平方での最初の菊人形は引き続き、岐阜菊楽園が工業種となり、1912年、大正元年10月6日から11月25日にかけて開催された。平方での菊人形は、規模が3倍となり、1915年、大正4年には、菊細工師。 聞く培養し、学校が加わり、内容が充実していった。以後1918年、大正7年まで、順調に続けられたが、金銭トラブル、電車の乗客数に対してのバックマージンの金額で、折り合いがつかなかったで、岐阜岐楽園受け負いを辞退した。そのためうで、聞く人形展開催を熱望していた料亭の主人、別所吉松との話し合いの結果、 1919年、大正8年宇治橋と国鉄宇治駅の間に新たな菊人形館を建てて開催された。平方時代より優れた菊人形が名人によって制作され、水戸、高松の芸技の余興もあり好評ではあった。しかし、宇治での開催は、平方より地の利が悪いため集客面で苦戦し、毎年赤字を出した。しかも、1922年、 大正11年の菊人形展終了後に火災で菊人形館が消失、宇治での開催は不可能になった。菊人形再建を模索している間に、1917年、大正6年より南海鉄道の公園で、堺大浜で菊人形を興行していた東京図合協会都市より、春日野、の中田源次郎から平方に移したいとの申し入れがあり、 京阪電鉄がこれを受け入れ大浜の菊人形館を平方に築して1923年、大正12年に菊人形展が5年ぶりに平方で開催された。中田は秋の菊人形に先立ち春に霧島人形、霧島筒子の細工人形を模様し、秋の菊人形ではこの年に発生した関東大震災の場面も取り入れた。1924年、 大正13年も、前年同様に春の霧島人形、秋の菊人形が開催されたが、この2年は赤字続きだった。このため、1925年、大正14年に、中田は春の霧島人形を取りやめ、秋の菊人形に専念した。さらに、遊園地を整備し、菊人形を季節行事としての位置づけに、方針転換、旧来の菊人形館を取り壊し本館。 余興館、段会始館を建て、園内に桜桃筒子などを植えて、棒とい池、飛行棟、滑り台ブランコなどの遊戯施設を設けた。その会があってこの年の菊人形は初めて黒字となった。京阪電鉄は菊人形工業を、これまでは工業主に任せていたが、施設が充実したことを機に、遊園地事業に積極的に参加するようになり、 慶ーと中田が出資して、平方遊園組合を設立した。その後、1926年、大正15年の菊人形工業が赤字となり、中田が身を引き、平方遊園組合も、中田の出資分が、慶ーが買い取ったことによって、慶ーのタム経営となった。1928年、昭和3年には、鉄骨コンクリート作りの菊人形館本館が、 作られ、規模も拡大していったが、次第に、菊人形も、戦争の影響を受けるようになった。1932年は、前年に、満州事変が起きたこともあり、国威発揚が、テーマとなった。1937年、昭和12年には、陸軍省、海軍省が講演し、死な事変館が作られた。1943年、昭和18年には、 大阪市団の講演を受け、国防知識の普及活動を行っていた、財団法人大阪国防館が、平方遊園地の土地と建物を使用したいとの申し出があったため、平方遊園地は、大阪国防館平方連生場と改称、菊人形は、大阪国防館の主催となり、戦力増強、式公用菊人形として開催された。1944年、昭和19年、 菊人形館は、軍用資材に供出され、遊園地も、食料増産のための農地と化してしまい、菊人形の開催は事実上不可能となってしまった。1944年、昭和19年、1945年、昭和20年は戦争の影響により開催中止。京阪も1943年10月に、阪神急行電鉄と合併して、京阪神急行電鉄と、 解消となったが、1946年、昭和21年に、水田市の千里山遊園、現在の関西大学千里山キャンパスの敷地内で、大阪名物年中行事平方菊人形復活、千里山菊人形が開催された平方遊園地の教室の際、菊の苗の一部を千里山に移していた。以後1948年、昭和23年まで、 千里山遊園で開催されたが、京阪神急行電鉄では、菊人形を平方に戻したいとの意見が出るようになった。しかし、平方遊園は農地と化して使用できなかったので、香り園の成田山不動村大阪別院前の公園に菊人形館を建てる計画が持ち上がった。この動きを知り、平方市は菊人形復活促進の市民大会が開かれ、市議会でも、 旧地での開催実現が決議された。1949年、昭和24年2月に、平方市と京阪神急行電鉄は、菊人形を旧平方遊園地跡を中とする、旧領地と農地で開催する契約を結んだ。ただ、かつての場所での開催は、用地買収だけでなく農地調整法、臨時建築法などで困難なため、この場所を、 都市計画法に基づく平方市立公園として設置し、文化会館を公園の施設の一つとして設け、そこでの開催を計画した。建設の許可が下り、1949年5月半ばから文化会館の建設と公園の造成に着手した。1949年10月1日、6年ぶりに平方での菊人形が開催された。 平方の菊人形は、戦前から弾返しが名物となっており、場面移動の暗中早変わりが特色となっていた。戦後の復活の際には親秘を出すために、宝塚歌劇団に演出を依頼したこともあり、舞台に踊り子が登場するようになったため、レビュー化した。その年の12月に、京阪が京阪神急行電鉄から分離し、翌1950年、 昭和25年の大菊人形は40回の節目となるため、新しい試みが行われた。菊の研究をする学者、園芸専門家、菊茶愛好家による菊茶芸術協会が設立され、平方大菊人形は、菊の芸術を目指すようになった。また、菊に関する資料を収集、展示する、菊文庫の建物が作られ、菊茶コンクールも開催されるようになった。この頃、 平方市と京阪電鉄の間で関係が悪化していた時期があった。平方市は入場税収入も見越して菊人形を誘致したが、1950年のシャウプ勧告による税制改革で入場税は市税から不税となり、平方市に入場税が入らなくなった。平方市は京阪電鉄に協定の改定を求めたが京阪が拒否したため、1952年、 昭和27年2月に、平方市は、平方公園の使用禁止を告示する事態となった。この年の11月に、大阪府の仲介でこの問題は解決し、平方公園は、京阪電鉄の所有となり、公園から、遊園地に変更されることになり、遊園地の施設充実に力を注ぐことになった。1953年、昭和28年には4000人収容の、 大劇場館が完成した。これは、菊人形復活時に建てた、菊人形館が狭く、それに、演芸場的施設が必要だと考えて作られた。これまでの菊人形館も見流し館として活用したため、大菊人形の規模が、さらに拡大した。また、この年から、朝日新聞社主催で開催されるようになった。1964年。 昭和39年の大菊人形のテーマは、箱老氏で NHK 大河ドラマの題材が初めて取り上げられた。ドラマを題材にしたこともあり、いくつかの場面をストーリーに従って構成する方法を、取られた。大河ドラマがテーマに採用されてから題材によっては別のテーマに差し替える場合もあったが、1987年、昭和62年以降はほぼ毎年大河ドラマを、 大菊人形のテーマにしている。また、1964年は東京オリンピックが開催された年でもあり、これにちなんで国際菊花賞が開催され、このための展示場としてクリサンセマムホールが新設された。1967年、昭和42年8月27日に大劇場が全焼し、大菊人形の売り物である15段開始が、 上演できなくなったが、1960年代から1970年代にかけては、好調な成績が続き、かつ回収をテーマにした1974年、昭和49年は84万8877人と、過去最高の入場者数を集めた。しかし、菊人形を制作する職人の高齢化と、後継者不足や来園者の減少を理由に、2005年、 平成17年12月4日に閉幕した吉常をもって平方大菊人形は毎年行われる開催としては96年歴史に幕を下ろした。2005年をもって100年近い歴史を閉じた平方大菊人形ではあるが、平方で菊人形を見ることができなくなったわけではない。かつてのような大掛かりな大菊人形店はなくなったが、翌年以後も平方パークでは、 キク人形の何体かを飾っている。また、平方大菊人形が閉幕する以前から、平方氏市が主催する講習会で、市民ボランティアが、キク人形作りを学んでおり、閉幕した、翌年の2006年4月に、平方市民菊人形の会が、市民ボランティアにより発足し、平方市民会館前などで、キク人形が飾られている。キクの季節には、市民が育てた、 たくさんの菊の花も市民会館周辺や軽街道沿いに飾られている。このようにかつての民間遊園地の集客事業としての菊人形から市民に根差した地域文化として菊人形を存続させていく方向で関係団体や市民が動いているのが現在の状況である。2010年秋は京阪電車開業100周年記念として 10月9日から11月28日の期間復活開催された。2012年秋、平方パーク開業100周年を記念して、10月6日から11月25日までの期間で大菊人形祭が復活した。この年の菊人形展では、竹と藁で作った銅柄に根の周りに水ごきを巻いた菊を U 字型に曲げて取り付ける。 という伝統的な菊人形の他に、トピアリー菊人形という新しい技術を使った菊人形も登場した。校舎の場合、園芸用の支柱と針金で土柄を作り、鉢植えの菊をそれに沿って育てていくという手法を使っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。